先に3勝した方がタイトルを獲得する叡王戦五番勝負。4連覇を目指す藤井八冠はここまで1勝で、第2局はおととい、石川県加賀市で挑戦者の伊藤匠七段の先手で始まりました。藤井八冠は去年9月以降、タイトル戦の対局で16連勝、歴代1位の大山康晴15世名人の記録17連勝に並ぶか注目された第2局でしたが、87手までで藤井八冠が投了、タイトル戦の連勝は16でストップしました。はい、いや、まあ、それ自体は、はい、まあ、仕方ないかなと、はい、思っています。タイトル戦初白星を飾った伊藤七段、藤井八冠に勝ったのも初めてです。まあ、なかなか勝てていなかったので、まあ、一つ結果が出たことは良かったですけど、まあ、勝負は続くので、まあ、うん、そうですね、まあ、引き続き頑張りたいと思います。次の第3局は勝った方がタイトルに王手をかける正念場です。まあ、1勝1敗という形だったので、まあ、なんていうか、まず負けを取り直して、今しっかりなんていうか、まあ、準備をして勝っていきたいと思います。まあ、なんとかこうタイに戻すことができたので、まあ、第3局もそうですね、まあ、前向きに準備して頑張りたいと思います。叡王戦第3局は来月2日、名古屋東急ホテルで行われます。しかし八冠に休みなし、今日は千葉県の成田山新勝寺でご祈祷を受けた藤井八冠、明日からはここを舞台に豊島将之九段の挑戦を受ける名人戦七番勝負の第2局に臨みます。疲れを感じさせず笑顔で記念撮影も。その後、対局室の空調を確認したり駒を選んだりする見分に臨みました。まあ、一度後継性を損ねてしまうとなかなか、まあ、挽回が難しいかなというところも、まあ、あるので、そうですね、この序盤からそうですね、こう言っていってなんて、まあ、深く、まあ、考えて言って指したいなというふうに、はい、思っています。名人戦第2局は明日午前9時に始まり、あさって夜に決着する見込みです。開幕戦に勝った藤井八冠が連勝し初防衛に前進するか注目です。